はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイナルファンタジー2ピクセルリマスター第10回、竜巻の中からやっていきたいと思います。早速的ビッグホーン、あ、こいつらはさささっと倒せるでしょう、もはや。あ、アルテマ使わないと。アルテマのレベルを上げていく。で、とりあえずここは2つあるね。こっちは宝箱ルートか。回収はしていこう。リッパーナイフ結構強いことが分かったからね。キャプテンが出てくるようになった。普通の敵でアルテマで倒す。いや、アルテマなんて全然まだ火力ないけどね。229、普通のラミアか。ゲッ、ちょっと買ってんだけど、ゲッ、寝やがった。いやいやいや、これみんな寝るだろ。タコ殴りにされんな。ポイズンアクス、これは防火キラーより、あ、全然強いね。こっちにしよう。アルテマレベルアップ3。おお、全員石になった。マジか。オートセーブがあって助かったわ。こっからだ。ポイズンアクスを取ったところ。くそ、こいつらマジで許せん。てか石化とか状態異常が一番怖いよね。親衛隊が出てきた。しかも毒持ってんのかよ。さすが親衛隊。ただ正当な敵だから特に苦戦することはない。ウッドゴーレム、ごついやつが出てきたな。あ、アルテマ使ってない。5、やばい。これはしかも寝てるし、アルテマの出番か。見せてやろう、アルテマの火力を。3になってエフェクトが変わって205。結構減るな攻撃が。てか買って、こういうやつはもうマジで古代の剣使った方がいいんだけど、ちょっとアルテマのレベル上げにはなる。その前に死ぬぞマジで。倒した、そりゃ上がるよね。ゴートスも出てくるのか。一ターンかかんじゃねえかよ。悪魔の花がかなりやばいんだよな。ほら、これもうマジで危険だよ。早急に始末する必要があるけど、意外に硬いかんね、こいつも。酒、これバッカスの酒か。痛い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 。いい加減治れ。いや、これで仕留める。リッパーナイフ持ってんじゃねえか。しかもバッカスの酒も持ってるし。デスナーが5になった。よし、ちょっとここが終わったらハイポーションを補充しないとな。アルテマレベルアップ、ディフェンダーゲット。うん、ちょっと強くなるね。これにしよう。てかダイヤシールド外すとさ、命中と回避でも 99% のまんまだな。これ二刀流でももはやいいんじゃないか。ちょっと待って、ステータス一応見よう。大事なのは回避率 2×99%。 2しかできないの。全然上がってねえな。火力を上げて、リッパーナイフなんかいいよな。まあいいや、アイスブランドにして 2×99%。 変わんねえな。もういいや、これで火力を試そう。425、702。
中2回攻撃できるからな。アルテマ4。うん、まあ上がってる上がってるよね。フリン。まあ、このままアルテマ上げていこう。てかホーリーとかマジで2万円もしたのに大して強くなかったな。モンスターグリーンドラゴン普通に行くか。ゲッ、やっぱ勝て。古代の剣の出番だ。11人で23しか当たんねえんだけど。毒斬り16か。毒になってる。アイスブランドを古代の剣にしよう。あとまあアルテマは使っておく。古代さえ入ればもうなんとかなるから。654。やっぱ全然違うよな。待って、古代の剣をちょっと外さないと。でここは立派ナイフちょっとやっぱ鍛えたいんよな。立派ナイフ鍛えよう。強いから追加攻撃が強い。やっぱりって言ってもな、新しい剣が手に入ったらもう用済みだから、やっぱり立派ナイフ外そう。アルテマが上がった。大地のドラム、ウィンドフルート。フルートって何？でもいっぱいあんな。竜巻を呼び起こすフルート。1回使ったらどうせ終わりでしょ。アイスブランドでしょ普通に。さて7回、ここがもう皇帝の間だな。一応全開にしていこう。でセーブして、リチャードってここで死ぬんだっけ。なんかいいの装備してた。アイスランス、黒装束、パワーリスト、ここら辺ちょっと変えよう。お前にはもったいない。金の胸当てにして、盗賊のコテはそれなりにあるからこっちにしよう。武器はもういいや、あげよう。お前に記念として。ヒリーを復活させここまで来たか。私が相手をするには及ばぬ、さらばだ。あれ、親衛隊。いやいや、親衛隊なんてもうクソザコでしょ。皇帝ちょっと影薄いよね。いやいや、普通の敵だから。少しはやるようだな、親衛隊さん。お前は何も学ばないのか。さっきの戦力差を見て3体ならいけると何で思った。なんで勘違いしちまったかな。3体なら倒せると。俺がこんなやつに苦戦するとでも思ったか。なかなかやるではないか。光栄に思うがよい。私が直々に死を与えてやることを。ゴーレムを連れている。どうすっかな。ゴーレム厄介だからやっぱ早めに倒しておきたいんで、古代は皇帝に入るまではちょっと装備のしっぱなしでいいや。でリチャードに会って攻撃、ちょっと早いんだけど下2人が。いやでも火力が上がってる分だいぶあれだね、ダメージは通るね。エリクサーなんて使ってくんだ。930とかなんか微妙だな。ちょ、またバーサーかけちゃった。バーサーの重ね掛けはかなり強くなるっていうことが分かったんで、まあ、全然ありだな。サンダー10。魔法はね、もうマジで弱いから。このゲーム。ただやっぱりアルテマも使ってはおきたい。親衛隊ごとき。よし、これで皇帝入ったな。1275。1280。ガチでバーサク強えな。あとヘイストだな。あ、スローを使ってきやがった。これはちょっと攻撃回数が下がるから、結構危険な感じはする。アイスブランド二刀流で、まあアルテマも使っておこう。せっかくこいつを倒すために手に入れたんだから倒した。弱いというか、古代の剣とバーサクがマジ強い。バフが重要だねやっぱり。
エリクサーを持っていた。私は死なん。てか皇帝ってそもそも何者なの？そもそもとして、終わった、さあフィンに帰ろう。まだ生きてるか、ここでは。リチャードね、あなた方のおかげで皇帝は倒れました。暗き闇に閉ざされていたこの世界に平和の光が差した。よくやってくれた。あなた方の勇気は永遠に語り継がれるでしょう。宴の用意です。宴をする気力はあるんだ。結構ボロボロにされてたよね。死者もだいぶ出たし。ガイいなくね？ガイはこういうのは興味ないのか。飯でも食ってんだろうな。レイラも見てるだけだしね。いや結構長いんだけど。大変です。ダークナイトのレオンハルトが皇帝に即位しました。神聖パラメキア帝国、我々のもとに軍を派遣し横暴な虐殺を。グフ。死んだ。よく伝えてくれた。こいつここまで来て。何ですってレオンハルト。痛い。毒になってた。ダークナイトはレオンハルトだった。私が言って説得します。魔法で操られているに違いありません。パラメキア城、パラメキア山中の要塞、歩いて近づくことはできません。こんな時に飛空艇だよ。だってもう全然ダメじゃん。ゴードンに話しかけよう。レオンハルト、マリアの兄さん、戦うことができるのか。これは俺たちの問題だ。あそこは難攻不落の要塞、盗賊のポールが忍び込んだと自慢していた。ダークナイトが次の皇帝になった。あそこに盗みに入ったっていうポールの自慢話は散々聞かされた。いつ話してたの？だってレイラなんてさ、結構最近じゃん、この反乱軍に加わったの。ただポールは有能、それだけは言える。何度こいつに世話になったことか。あれ、シドがいるじゃん。皇帝は死んだっていうのに、なんだダークナイトって野郎は。ちょ、待って、教えろよ入り方。俺ともあろう者が竜巻に巻き込まれた。体が言うことを聞かない。シード大丈夫か。情けないがこのざまだ。飛空艇は無傷だ、お前たちに貸してやる。いいか、貸すだけだぞ、大事に使えよ。ゲホ。死んだ。宮廷はもらっていこう。あれは死後の遺言だ。分かるだろ、奴は死んじまったんだ。あいつは死を覚悟した。その時から飛空艇をお前たちに譲るつもりだった。あいつは飛空艇を心底愛していた。それを託した奴の気持ち分かってやってくれ、パラメキア。俺があの城に忍び込んだ時はタコに乗って屋上に降りた。空から行くんだ、空から。シドの置き土産、今こそ使う時。そうだな、飛空艇を回収しよう。いや多分結構歩くぞこれ。船はミシディアの方にあるからね。しかも、あ、船でも下にあるから、パルムまで行けば船に乗れるか。あれ、でもさ、パルムって崩壊してんじゃね、もしかして。完全徒歩、超めんどくさいんだけど。いや崩壊してるわ、船なくなってるわ。まあしょうがない。では飛空艇回収。これなんか速度変えられたよね、ファミコン版だと。むちゃくちゃ速くなった気がする。とはいえ行くところが別にパラメキア以外あるわけじゃないんで、ミシディアでちょ
ちょっと買い物をしたかったけど降りるとこがねえな。これここら辺で降りなきゃダメか。ヘイストって売ってたっけ、ミシディアの町に。でもヘイストあれば多分買ってるよな。ちょっと見てみよう。ない。ここも普通。デジョンテーブとか。いや、ないな。なさそうだな。一番左はだってサンダーとかファイアとかしょぼいやつでしょ。ヘイスト売ってないか。まあ、しょうがない。というわけで、ちょっと早いかもしれませんが、パラメキア城は次回攻略していこうと思いますので、今回はここで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。